硬い、硬い、うん、ほら、あれ当たり2回までだね、こうやって、ほら、あれ、あれ、あれ当たり、ほら、硬い、うわ、でかっ、お、硬い、お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 、変化してますか。あの足っ腹がやっぱり台風の去年の19号でなくなっちゃいましたね。中洲がなくなってる。中洲がやっぱ結構変わってますね。あ、やっぱり毎年川の地形が変わるのが面白いの一つですかね。そうですね。それでポイントを新しく探さねばならないっていうのが川釣りの楽しさですか ね。草刈り釜を。あ、草刈り釜。そう。もともとは竿だった。もともと釣り竿です。もともと釣り竿。あ、これ堆積したんだ。うわ。あー、すげー変わっちゃってる。石になっちゃってる。変わっちゃってる。アドベンチャーですね。アドベンチャーになっちゃってる。あ、でもそこを乗り越えればもう石なんで、うん、仕掛けね、はい、いいスペシャル仕掛け。スペシャルでも中戸下だので、ハヤトさんの同じなんで、ちょっと大きいやつとちっちゃいやつ、うん、これはね、魚のその時の活性に合わせて、うん、なるほど。だいたい初めはこっちのタイプで、要は小さいやつ、ね、1個入ってるでしょこれ。だいたい一発目はこいつをつけて、うん、多分天気がね、天気によってなんですけど、曇りでちょっと見にくかったらオレンジとか、うん、黄色にするとか、うん、まあ、もう最初は僕なんかは赤で普通にやっちゃうんですけど、うん、これでいいと思います。一回最初は、でもしそれが浮きが見にくいよったらこっちに取り替えて、うん、仕掛けの長さも全部一緒ですから。道糸が 0.65 で作ってきました。針小さ、これ何号針になるんですか。それが鮎針のですね、多分1号。鮎針の時があって、本当はもっとちっちゃいのが売ってんの。ああ、これは2号はでかいっていうことですか。でかい、かなりでかいです。これは本当に落ち鮎を。ああ、うん、1号、はい、それぐらいでしょうねこれ、うん、めっちゃちっちゃで、竿はこれを、はやさん同じなんです。これが校長ティムコですね。もともとフライのフックとかああいうメーカーだったんですけど、ああ何年か前から延べ座を出してて、うんうんうん、僕テナガエビだとか、うんうん、川の小物はこの、うん、小物座ね、はい、これ道と長さってどれぐらいで作ってきたんですか。多分それが一応9尺にしてもらって、うん、ちょうどの長さにしてあります。ああ、ちょうどにで、天井糸ってスライド式で長さを短くもできるようにセットしてあるんで、うんうん、それは随時あのこれはなんていうんですか、マルチ、あの3段式なんですよ、うん、ここでもこれが9尺だとしたら、うんうん、次こう引っ込めてやれば、うんうん、2番目のこれで8尺なんです、うんうんうん、で次を引っ込めてここにやると、うんうん、これで全部伸ばすと7尺の長さです。なるほど、うん、2.1 メートルから、なるほど、うん、2.7 まで7.8、9尺と、うん、便利な竿ですよね。そうです ね1本でね、うん、便利な竿ですね、うん、重りが増やしたいとき用に、うんうん、ガンダマ7号と8号と、重りと天井糸と入れてあります。で、僕はこの中通し浮き止めるときに、うん、輪ゴムで止めるんですよ、うん、通します1個こう、うん、したらもう片っぽもこう出しといて掴んだ状態で同じ穴に、うん、もう片一本通します。そうします。輪っかができるわけですね。そうすると、はい、そうすると2本こう寄ったで、ここ輪っかができるじゃないですか、うん、こう輪っかをこれを縮めていって、まあ道糸が通ってると仮定してください、うん、そうしたらここにですね、あのよくお店屋さんで、うん、なんか買った時にくっついてる黄色でも緑でも赤でも、うん、まあ輪ゴム一緒なんで、この輪ゴムをここに通すんです。こう出して、うん、
作ってる1センチぐらいを出して、でこれをこの状態でこれを引っ張るんです、うん、でこう引っ張るとこう出てきます。こう通りましたよね。通った。そうするとこれがブレーキになるんですよ。と道糸が変に爪楊枝を刺したり、うん、1回こう通してやるっていう手もあるんですけど、うん、糸そうすると糸がよれるんですよ、うんうん、それが嫌なんで僕はこう輪ゴムで、うん、でそれをこうちょっと自分でこう引っ張って1ミリぐらい残すようにして、うん、次ここをハサミでチョキってこれだけを切ればもう浮き止めになるんで、うん、なるほど。輪ゴムがすごくやりようがいいです。これ天井糸です。天井糸ね、はい、これも自在式で動くようになってますんで、うん、これ編み付けって編み込みなんですけど、はい、これは全部これをこの糸をですねこうちょっと上から縮めます。こう縮めます。そうすると動くんです、うん、おーなるほど、うん、なるほど。でこれを伸ばすとここを引っ張っても今度摩擦で動かない、うん、まあ早瀬さんたちがやるよくちょっくりだつける、うん、あれと一緒ですね編み込みと、うん、でこれをやってあるんで、でこれは抜け防止でここに肩結びで結んで8の字で作ってありますんで、うんうんうん、例えばこれが全部緩んじゃって何か月かして緩んじゃってて引っ張ってもここでブレーキかかると。なるほど。ちょっともう抜けないと。なるほど。に例えばだいたいこの長さだったら9尺こう竿先のあれから、うん、でこれをこう上げれば8尺、うん、上げれば7尺。なるほど。これが一番上上でここの耳のところに仕掛けをつけます。うん、うん、でこれが、こっちが上、これ上、これが2つ2本寄りにして穂先に絡み防止、うん、でここが父はなってて、まあズボラ結びなんですけど、うん、武将付けでこれの中に通して、うん、こういう感じにしたら、まあこれを指が穂先だと仮定して、うんうんうん、これでこの状態で引っ張るとこれが締まる、うん、締まる穂先だ、うん、で外すときはこの出てる耳の部分をこう引っ張ってくれれば緩んで取れる、うん、緩んでくる、うん、でずっとこの道糸でずっとこう穂先から来て天井糸が来まして、でここに編み込みっていうので、うん、まあ摩擦系ノットなんですよね、海釣りでいうところ、うん、でここに耳がついてるんですけど、うん、これは縮めれば、うん、こう編み込みを動かせる、縮めれば上でも、うん、下でも動く、動く。でこれを伸ばせば下には今度下がらない、うん、摩擦で、ね、摩擦で下がらない。でここに仕掛けを接続します、うんうん、でこれが仕掛けなんですけど、これをさっき の天井糸の出た耳、うん、あの部分に接続するんですけど、うんうん、ここにオレンジ色の留め糸ついてますよね、うんうん、これはただの輪っかなんですよ、うんうんうん、っていうのはさっきのズボラ結び、うん、あれにしてズボラ結びだと要はこうやった時に耳がないわけなんですよ、うんうん、これ耳だと思ってください、うんうん、で接続した時にこの耳をこう取ればさっきと同じ緩みますんで、うん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 、これもさっきと同じでこの輪っか、うん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 、この輪っかを輪っかにするじゃないですか、うん、輪っかになってますから、うんうん、これにこう取ったところで2つ折りにしたやつを通します、うん、でさっきのこの通したこっちの輪っかを、うん、あの耳の部分、うんうん、あれにこう耳と仮定してください、うんうん、でこれを通してこれを締めるだけです。で竿先のね、うん、そうするとこれ取り抜けない、はい、で外すときはこれを引っ張るだけ、うん、そうすると緩みますね、うんうん、そうすると取れます。なるほど。ただそれでこれがついてます、うんうんうん、で仕掛けの概要、これ今度天井糸よりかなり細いです、うんうん、細くしてありますんで、でゴムで留めたじゃないですか、うんうん、でこれだとこれだけだと、うん、そんなに打ち返しっていうかこう頻繁にこうやらなければ、うんうん、ずれることってあんまりないんですよ、うんうん、水を吸ったりすればね、うんうんうん、ところがアユって餌もない打ち返しが結構こう、うん、あれになる頻繁になるんで、うんうん、ゴムだけだと実際動いちゃうんですよ、こうやって竿が短いんでビュッて勢いよくやったりすると、そうすると棚が狂っちゃいますよね、うん、でその棚を狂う防止のためにこの糸、うん、海釣りでいうとこのほら、うん、誘導仕掛けの浮き止めですよ、浮き止め、うん、あれをこうやってあります、うん、でこれをこうだいたい自分の位置にしたらこれをこう動かして、うんうん、こうやっとけば一応ある程度動くのが防止できると、うんうん、それだけでやっております。そっからで今度これがガン玉とより戻し、ちっちゃい、うん、7号ガンダムの7の号をつけてます、うん、とより戻し、うん、より戻しです。スナップ式のただパチッて挟むやつ、挟むやつね、うん、
まあ、これすれ張りになってるってことですね。そうです、あゆ用はみんな餌はすれ張りです、ね、戻しがないってことですね、はい、返しがないってことですね。うわ、ちっちゃ。こうしておく。それにね、シラスを入れるんですよ。はい、早さん、サシ入ってますので、うん、口が大きくて出しやすいので、うん、で、1個1匹つまんで、うん、まあ、戻した時に、うん、これをちゃんとバシッと締めてないと、うん、知らない間に、うん、出ちゃう、脱走しますので、うん、で、これを首にかけて、はい、はい、こんにちは。どうも。楽しんで、1日、はい、ポツポツと遊びましょう。釣り吉三平以上の釣り吉マサさん、そんなことはないです。みんな同じ穴の水ながとよろしくお願いいたします。あゆ釣りに行きます。お願いします。はい、流れが強い。あ、すごいね、もちょっと来てね。え、うん、台風19号去年のあれの影響ですね。一つまみをこう潰す、手で。ああ、しらす。そう、しらすをこう潰しちゃうんですよ、うん、この潰した状態を、うん、自分の、まだやらないですけど、ポイントだと思われる場所にポンと巻く、うん、で、ちょっと見てるんですよ、うん、で、アユが食いに来るのが見えたらもう閉めたもん。で、これをポチョンってやったところに仕掛けに餌つけたのを入れる。なるほど、うん、この繰り返しです。ちょっと小さいけど跳ねてるんで。跳ねてる。うん、あの紙の方が大きいのが跳ねてるんで、まあ、後でちょっと移動しつつ、そうですね、何箇所か探ってみましょう。探りましょう、探りましょう。あそこが最高なんですよ。友釣りなら。友釣りなら。うん、で、餌釣りなんで、向こうの流れとその手前の流れが合流する真ん中ありますよね。うん、そこが鏡状態、ちょっと緩い流れの、うん。そういう巻き返しに、まだそんなに遊泳力が強くないので、大きいアユじゃないんで、うん、そういうところから狙っていくといいと思います。で、日が昇ってからちょっとああいう早いところを上段入ってるので膝ぐらいまで入ってって向こう足を狙う、うん、針がちっちゃいんですよ。針がちっちゃいので頑張ってつけてくださいって言うしかないですけど、これをちょんがけ、うん、ちょこんでかける。ただ単にこのままでやっても活性がこう濁ってる時はもしかしたら釣れます、うん、で、当たりっていうのはあの入れた赤指がもうピュッて入る、うん、水の中に。それが当たりです。もうはっきりした当たりが出るんで、この辺はもう見つけながら。ほら、これアユです。ちっちゃいですけど。するとするとあ、怒っちゃった。これはもう見つけながら。ほら、これアユです。ちっちゃいですけど。するとするとあ、怒っちゃった。餌箱の中から一つまみだけ。一つまみだけ。シラス取ります。シラスを取って手でこう潰します。あ、手で。こう片手で潰しやすい。それで巻くのは潰れて、まあ適当に潰れたらこの辺。うん。その辺にこうちょっと。そうそうそう。それで巻いたあたりに大体餌を流す。こうやって。巻いたあたりに流す。で、アユがもういれば。これ当たってる。ああ、外れた。なるほど。この当たりが千差万別。おお。ほら、今のも当たり。当たり。ピュッて入るのもあれば、なんて言うんだろう。ちょこちょこんとかいうのもあれば、いろいろ。ここを流す。あんまり下まで行ったらダメ。ああ。だいたい45度ぐらいまでの角度で行ったらダメになる。釣れないしさ。ただまた打ち直し。うん、同じようなところ。もうちょっと浅いのかもしれない。で、これを、まあ、3、4回流して、例えば釣れないとするじゃないですか。そしたら、混ませるんですよ、やっぱり。ああ。それによって魚がすごい、立て上がるんで。まあ、言っても今朝なんで。で、これなんでかって言ったら、今濁ってるから一匹につけたんですけど、うん、これじゃでかいんですよ。餌が。このちょこんってかけたやつを、さっきのあの、ハイさんに、ハサミ
ハサミで半分でもいい、半分の1でもいい、うんうん、切ります、うん、で切ったやつは林さん網のところにどっかにこう、うんうん、ピョンって入れとけばまた使える。はいはいはい、うん、で半分の餌で今度やってみるね。半分の餌で入れます、うん、ほら当たったじゃん、ポンポン、ほら、ああ釣れた。でもこれも取っといていい、これ本当にこれはもう天然海から上がってきたやつ。あとは自分のなんつうの、あやさんのリズムで、なんか流れてたのに止まったなとか、うん、あお、なんかっていうのを全て、あ、当たり。合わせた方が。あれも当たりだって。おい。あ、ちょっとサイズアップしましたね。で、あとはこの浮き下も自分で、あ、うん、調整して。ちょっと深くしてみたり。なるほど。うんうん、やっぱり、飲み込みいいっすね。いや、そうっすか。これね、なかなか難しいって人いるんですよ、面倒くさくても、一、うん、回一回餌なくなっちゃうけど、なんだろう、刺しじゃなくていい、あれの、うん、シラスの方が食いがいい。あ、シラスの方がいい。もし刺しの場合ね、うん、刺しの場合は3分の1だね、うん、なんかすごい小さい方が釣れますね。でしょ、あ、うん、やっぱ気づいた、さすがです。大きいとね、はい、で3分の1です。食ってるけど針にかからないです、うん、でこれちょっとこの辺くっつけとけばまたあれなんで、うん、で今度は重りとここもドッキング、はい、もうハリスだけですよ、はい、これで釣ります。で一回浮きこのまま入れね、ここを見ててください。この辺を、ここにこの先に石あるよね、この石、はいはい、このそのそこら辺を見てて、うん、どうなるか、うん、コマセをするとシラスを、もうだいぶ水温がちょっと上がって、うん、魚がちょっと餌づくよ、魚が飛んでますね、餌づくようになったんで、やっぱ同じ、まあ、適当な大きさに、刺しが小さいんだったら、まあ、手でも、まあ、ちょっと汚いな、ちょっとね潰して、はい、果たして巻きます、うん、このシラスをあの石のあたりに、あれを見てください、これ分かる、ほら黒い影が走ってて、ほら、うん、もうシラスなくなっちゃう、ああ、長くて、すっごい魚いるんですよ。でこれがちょっとこれを続けてると型のいい鮎が多くなってきたから、うん、でまた例えば2回目ね、うん、こうやります、ポン、ほらあれ当たり、2回までだね、こうやって、ほらあれ、ある、あれ当たり、ほら硬い、うわでかっね、でっか、林さんこういう感じで大きい、ね、まあいい鮎だよね、餌で釣れるんだったら。自分でポイントを設定して同じところに、同じところずっと叩いていくわけです、ね、同じところで、コマセも同じところ、うん、要はこうパチンコ玉ぐらいでいいですか、うん、パチンコ玉ぐらいにしたとあの辺に入れる、うん、そうしたら打ったところにすかさず入れる、円幕のところ、そうすると浮きが変な風に動くから、もう足元ですもんね、完全に狂っちゃってる、完全に狂ってる、もうかかってます、おお、すごい群れてる、もうビックビックですね、ビックビック
こんなに餌付けしたら近くまでアユ寄ってくるんですね。もうやっぱゴマセの力ですよね。ね、うん、お、硬い。おお、でかい。おお、でかい。おお、でかい。おお、走る走る。Hello, Johnny.